正方形の紙を使います。まず作りたい大きさに紙を正方形にカットします。もう一つ、この取っ手になる部分の細長い帯状の紙が必要になります。これは半分にして使います。正方形の紙の裏側に4箇所切り込みを入れるガイドラインを書いておきます。これはまず作りたいバスケットの深さを決めて、例えば5センチの深さのバスケットにしたい場合は、このコーナーから5センチ、こちらもコーナーから5センチの位置に印をつけます。コーナーから5センチ、コーナーから5センチの位置に全部同じ箇所に4箇所印をつけます。線に沿って切り込みを入れます。まず下のタブを折って、左側、右側と重ねます。左右対称に作りたい形にしたら、ここを一度止めておきます。3枚の紙が重なっている真ん中の位置に穴を開けます。これをまた一度クリップで留めておきます。取っ手を作ります。長細い紙を半分に折ります。重ねて1センチの位置に左右に切り込みを入れます。切り込んだ位置で先の部分を少し細くして、先ほど開けた穴の中に外側から通します。切り込みの部分まで入れて中でこれを広げます。